まずは川島さんのご発言をご紹介しましょうか。これは離婚劇の話です。まあ、川島さんは離婚されて持ち婚されましたけども、まあ、例の下着屋の社長とこういうふうに周さんは、ね、漏らしてたらしいんです。知人に周君がポロッと漏らしたことがありますと。僕は馬を見る目には自信があるけれど女性を見る目はなかったみたいだと。その言葉が合ってるのか合ってないのか分かりませんけども、まあおそらく合ってるんでしょうけど、こちらの記事がありました。激しいことがですね書いてありますね。 Google 翻訳で読みますけど、銀座の酒女と何を指してるかは、まあ、大体分かってしまうなと。まあおそらく宮内庁がなんか不満に思ってるのかなっていう感じですよね。紀子様の弟川島さんが父の葬儀の日に銀座のホステスと結婚、宮内庁が不快感示す。まあこれはですね中国の記事なんですが、日本の週刊誌がなぜか引用されてますのでちょうどいいでしょう。2022年の3月17日ですけども、日本の伝統では、川島さんが亡くなった後、辰彦さん、その子供たちである紀子とですね、川島は1年間喪に服すことになってますと。しかし、辰彦さんの死から3ヶ月後の2022年の2月、息子の川島は、ランジェリーブランドの社長と結婚しましたと。日本のマスコミによると、このランジェリーブランドの社長は、座銀のエスコート役だったそうであると。うん、まあ、ホステスです。で、川島さんは、父の葬儀の際に、銀座のエスコート、と結婚しですね、ホステスです。で、宮内庁の不満を買ったと。ここにもですね、今劇はちょっとだけ書いてあるんですよ。2006年に川島さんは32歳の時に神宮に勤める方とですね、結婚したと。日本の伝統的な神道式の結婚式を挙げた。第1回目の結婚ですね、これ。しかし、結婚後も川島はですね、東京で仕事をすることを選んで、まあ、女性は残っていた、福島に。で、基本的に月に一度は帰ってきた。結婚生活は長くは続かないと思われたというわけです。結婚して月1回しか帰ってこないと。すごいですね、これね。2012年の11月、7年間の結婚生活に終止符が打たれました。川島さんは離婚の理由で、妻が自分の既婚男性と恋に落ちたから、まあ、つまり不倫されたわけですね。奥さんのご紹介後でしようかなと思います。まあ、私的には、ね、あいつ、つかされて、まあ、他の男に走られて捨てられたと、まあ、そのように思いますが、で、妻は既婚男性に恋をしている事実を否定しなかった。妻と3人の子供がいますが、川島と離婚の話を始めたのは同棲していた時だというと。で、その後離婚されて、銀座のホステスをやられてた方と、持ち婚すると、うん。これね、亀夫婦だったらしいんですよ。1回目の結婚は。週刊現代の2018年、離婚劇が、うん、なかなか衝撃的なことが書かれてあります。月1回しか帰ってこないのはなかなかね、寂しいもんですよね。それはね、捨てられてもしゃあないよな。で、何しろ川島さんは1回騒動を起こした方ですからね、と。どっちもどっちだと思うんですけども、子供が本当にかわいそうだなと。娘さんも生まれたんですが、その関係は半ば仮面夫婦だった。友人がこう語りました。完全な別居婚でしたと。川島さんは東京で、奥さん福島で娘と暮らしましたと。で、なんとね、これ川島さんひどいことに、生活費はおろか、娘の保育料の支払いも滞っていたと。かなりこの証言が正しいんであればひどい男ですね。まあそれは不倫しはらでもしゃあないんじゃないですか。で、東京に奥さんが娘を連れて行っても、川島さんは論文を書かないといけないから、と、素っ気ない態度で関係は冷え切っていたと。で、結果的に、A子さんは地元の建設系の企業の社長と不倫関係に落ちることになりましたと。まあこれは子供がいるんでね、あれなんですけども、うん、これは本当にかわいそうだなと思いますけどね。この不倫っていう行動も良くないと思いますが、ただ、まあそれに至るまでの川島さんのね、不倫されても仕方ないんじゃないですか。子供がかわいそうですね。人のご家庭の事情ですから、お父にしかわからないことはあると思いますけども、第三者から言えるのは子供がかわいそう。で、離婚調停でも川島氏の親縁癖が話題になりましたと。川島さんが外から馬をどんどん連れてくる。なぜか。で、川島さんが外から次々と連れてくる馬の餌代を奥さんが負担してたらしいんですよ。で、その額いくらかっていうと1000万近く。近くですね。負担していたと主張したと。まあ、あくまで奥さんの主張ですけども。調停でも争点の一つになりましたと。まあ、奥さんもね、お金持ちなんですね、と。奥さんに負担させるっていうのは、まあ、ちょっとやばくないですか、と。子供の生活費であったり、保育料も滞ってたわけですから、っていうことは奥さんが負担してるわけですね。これが真実であれば、ちょっと奥さんかわいそうやなと思いますけど。で、今、A子さんは再婚し、川島氏の方は娘と共に都内で両親と同居していると。相手が不倫状態になるまで放っておいたことにですね、首をかしげました。少し常識は外れている印象がありますと。川島氏は取材を全てお断りしていますと回答したが、自由気ままなおじさんに小森さん問題についての意見も聞いてみたいものだと。なかなか泥沼だなと。
もう一個ありまして、いわゆる週刊新潮の2013年号、これは奥さんの証言ですね。7年前に結婚して娘が生まれた直後から離婚を考えてましたとまあそれもどうかと思いますけどね。夫は月に一度戻るかどうかで馬の世話やお金の相談をしても全然レスポンスがないと。まあこれ真実であればひどいですね。本当に父親として失格なんじゃないのかなと。震災後も何の知らせもないまま突然お客様が神社を訪ねてきたり、彼が連れてきた馬も増えていくばかり、どう対処したらいいのか何も教えてくれないと。私の中ではありえない状態でしたと。まあこれを聞くとね、ちょっと奥さんかわいそうやなと思いますけどね。まあ不倫したのはあれですけども、原因はもっぱら夫にあるという主張なんですがと。まあ対してと、まあ一応ね、対等に、周さんの長年の友人はこう話していると。そもそも結婚当初から東京で一緒に暮らすという話になっていたので、それが叶わなかったのは、奥さんの都合によるものなんじゃないのかと。実際には周くんは、まめに神社と連絡を取るなど離れて暮らしながらも最大限の努力を払っていたと。いわゆる奥さんがその男性と同居していた借家賃料も支払っていたぐらいですと。それもこれも可愛い娘さんを思えばこその行動でしたとは。まあ、一応は友人はですね、フォローします。ただこれは中世の友人ですから、まあ、都合のいいことは言うかもしれないですよね。あとはこれも泥沼なんですけども、中さんを離婚へと駆り立てたもう一つの理由は、マナ娘の置かれた境遇でしたと、と指摘するのはある関係者。娘さんは市内の保育園に通ってたんですけど、時折見かけると爪が伸びてたり髪の毛がボサボサだったり、また虫歯も何本かあって、明らかにお母さんの目が行き届いてない様子でしたと。で、昨年の夏には異変を感じた近隣住民の通報で警官が自宅を訪ねたこともありました。この時点では夫婦間の調停が続いていたものの、尋常ならざる状況を知った周さんはやもうたまらず福島に向かい、その数時間後には娘さんを引き取ったわけですと。ちょっと違和感ありますけどね。が、なんでそうなるまで放置してたんですかって思いますし、なおかつあなた、一回しか行ってなかったんですよね、そもそもね。父と娘は現在、都内で新たな生活を営んでいるが、地を分けた、こうした苦境をですね、ご覧になるにつけ、二人きりの姿勢で育った貴子妃の悲しみは一回ばかりであろうかと書いてありますね。で、この件を、実は貴子様は知ってらっしゃったわけです。なんかのアドバイスでもしたんでしょうか。泥沼の末、離婚調停が始まってですね、お二人は別れられたというわけですね。離婚が成立した直後、周君がポロッと漏らしたと。僕は馬を見る目には自信があるけれど、女性を見る目はなかったみたいだね、と。で、一応お母さんのね、証言をもう一個、紹介しておきましょう。まあ、その件に関しての反論ですね。いわゆる娘を虐待していたかのような言われようは全く事実ではないので、反論する気にもなれないと。私は子供の頃から神社の娘として狙っていたためか、地元では悪く言う人がいるんですと。男性関係の噂をいくつも立てられましたし、神社で募った修繕費やボランティアが集めた義勇金を使い込んだという悪口も流されたんですよと。娘はむしろ夫より私に懐いてくれたんです。悩んでる私を真っ先にママ離婚してもいいんじゃないと励ましてくれたぐらいですと。せいぜい 4,5 歳の幼児が自らの意思でこうしたセリフを口にするかどうかは別として、取り返しのつかない事態となってしまったことは疑いようがないと。まあね、どっちが真実か分かりませんけども、まあこれは当事者にはね、分からない話だと思いますが、娘さんが非常にかわいそうだなと。これが本当だったらね、それはちょっとひどくないですかと。まあそれは捨てられてもしゃあないですわなと思いましたけども、この離婚劇があった後に銀座の元ホステスと結婚されると。川島と2021年に出会った女性は1年間の交際を経て今年2月に結婚して、東京足立区に生まれて学習院大学を卒業後、ランジェリーブランドの社長に就任。一見プロフェッショナルな女性なようですが、あまり知られてない一面もあるんです。元東京銀座のホステスというスキャンダルの暴露の後、人脈作りのためですと釈明。宮内庁は紀子様の弟の川島さんが、父の葬儀の際に、銀座のホステスと結婚したことを心よく思ってないと。この説明が世間に納得されるかどうかは別として、彼女は今や正式な、川島氏の夫人であって、宮内庁は川島氏の弟である紀子妃が父の葬儀中に、銀座ホステスと結婚したことを心よく思ってないとね。ウィキペディアにはがっつり皇室利用していると書かれてありますけども、川島氏さんの言葉を借りるとするならば、見る目ないですねと。まあそう言わざるを得ないですね。はい、以上です。さて、マコさんが激変したと。最近のデイリー新潮に何十枚も画像が上がっておりまして、マコさん結構やつれましたねみたいな、結構痩せましたねっていうコメントが多かったんですけども、
いろいろ参考になりそうなコメントありまして、非常に私は嬉しいですね。ありがとうございます。で、その妊娠に関してはちょっとわからないね、と、そういう意見が大変でしたね。サムネの写真はこれ、空港から降りた時の写真なんですけども、最近のコート自体も結構緑のコートですね。ちょっとブカブカでして、結構ね、かさばってるというか、そういう感じなので、お腹がちょっとポコッと出てるかはわかりにくかったですね。これが夏とかだったらわかりやすかったかなと、まあ、思いますけども、仮に妊娠してるんであれば、お腹はどんどん大きくなっていくはずですから、まだ2、3ヶ月後、3、4ヶ月後とかしたらかなり膨らんでるはずですから、新しい写真が出てきたら答えはわかると思いますけどね。まあそこまで待つしかないかもしれないですね。でですね、意見としましては、ちょっとつわりで痩せられたのかな、で、あったり、心ここにあらずみたいな顔ですね、みたいな言われてる方もいらっしゃいましたね。寝起きかなと、そういう感じにも見られた方がいらっしゃいました。うん、いずれかなんでしょうね、と。まあ、そしてね、マコさんの精神不調に関して、最近の週刊誌記事がいろいろ出してますよね。マコさんが閉じこもっていらっしゃると、閉じこもって小室圭君が付きっきりであると。で、まあ、ただでさえ、小室圭君13ぐらいしか行ってないので、勤務日数もかなり減ってるんだろうなと思ってしまいますけども、これは精神不調かどうかわかりませんけども、複雑性では絶対ないと思いますね。まあ、そのように私は予想してますけども。まあ、そもそもね、複雑性 P-SDD がちょっと診断矛盾が多すぎて、これですね、複雑性 PTSD 診断です。2018年に新しく導入された診断名ですと、長期的に反復する、逃れることが難しい人為的なトラウマを体験してですね、いわゆる自分には価値がないと思い込む、感情が不安定になる、他の人との関係を避けてしまうといった持続的な症状の見られる方を特徴づけるために導入されたものです。納得できないんですね。やっぱり診断名として2022年の1月1日から正式に発行されたと。マーコさんに診断されたのは10月くらいですから、明らかに早いんですね。おかしいなと。もう一個は、複雑性 P-SDD は言葉の暴力、例えばネット上の攻撃、いじめ、ハラスメントなどでも起こりますと書いてはありますけども、秋山医師がなんで東大病院じゃないのかもうちょっと気になりますけども、拡大解釈したんじゃないのかなと。 CPTSD は暴行、性的虐待、それから家庭内暴力、そして拷問および戦争のような長期の対人関係の外傷に起因する臨床上で認識された病気であると。これかネット上の攻撃、いじめ、ハラスメント当たるのかな。攻撃と言いますか、小室圭さんの批判はすごく多かったですけど、そもそもマコさんに関しては心配の声が多かった気がします。結婚会見で全てひっくり返ってしまいましたけども、マコさんを心配してた人たちも多分心変わりしたと思うんですけども、私もその人中の一人ですけど、ちょっと見極めが甘かったなとね、私自身反省しましたけども、マコさん小室なんてやめてくださいみたいなね、うん、で、まあ、見事に裏切られたと。もう一個ちょっとおかしいなって思ってることが、周囲の方々からの温かい見守りがあればご健康の回復がさらに速やかに進むものと考えられますとあるんですけど、そんな簡単に治るんですかね。疑惑の診断なんじゃないのかなっていう感じですよね。で、精神科医の和田さんが適切に言われていました。和田さんっていう方です。アメリカに留学してきてですね、実は CPTSD に向き合ってきたらしいんですよ。宮内庁のその後の説明を聞くにつけて腰を抜かしたと。なぜなら複雑性とは虐待のような悲惨な体験を長期間受け続けた人に生じる心の病であって、しかも治療も大変困難なものとされているからと。周囲の温かい目とかでは治らないっていうわけですよね。トラウマ研究が進んで児童虐待のような長期反復型のトラウマ体験の場合はもっと深刻な病状が生じることが分かっていたと。1番目、感情制御の変化、これは自傷行為をしてしまったりです。2番目、意識変化、乖離症状が起こってしまったり。で、3番目、自己の感覚の変化。4番目、加害者への感覚の変化。復讐への没頭だけではなくて、加害者を理想化することもあると。これはミュンヘンハウゼン症候群みたいな感じなんですけどね。で、5番目、他者との関係の変化。いわゆる孤立引きこもり。6番目、意味体系の変化、希望喪失ですね。実際私の留学中も虐待の被害者の感情をかなりの数で見たが、この指摘には心当たりがあると。ここで注目したいのは2の項目にある乖離という症状であると。で、何が起こってしまうかというと、多重人格になってしまう感じなんですね。つまりトラウマを忘れたいがために別の意識状態になってしまうわけですね。だからその別の意識状態で、例えば暴言吐いても万引きとか暴行しても覚えてない。これが乖離性同一性障害ですね。アイデンティティ障害。もう一個ありまして、複雑性 P-SDD とは悪口レベルの外傷的な体験ではないと、まあ、和田さんは明言されてるわけですね。またこの複雑性 P-SDD の場合、感情も対人関係も不安定ですから、婚姻生活や社会生活に支障をきたして定職にもつけないと。
境界性パーソナリティ障害と呼ばれる診断を受けることも多い。しかし眞子さんはメットに働くことしてましたよね。お手伝いをやってたりとか、本当に複雑性ならば多分できないと思うんですよね。複雑性 P0SD の診断基準で挙げられている逃れることが困難もしくは不可避な状況で長期的反復的に著しい脅威や恐怖をもたらす出来事の例としては、反復的な小児期の性的虐待、それから身体的虐待のほか、拷問であったりとか奴隷集団虐殺が挙げられていると。決して悪口レベルの外傷的体験などではないと。これに対して秋山医師は、複雑性 P0SD は言葉の暴力、インターネット上の攻撃、いじめ、ハラスメントでも起こりうると拡大解釈をしたんですねと。どちらかといえば眞子さんに対しては、心配して止めてたわけですから、まあそれが少なくとも拷問であったり奴隷であったり子供の時から身体的虐待を繰り返されてきたみたいなものと同一視されるのはおかしいっていう考えるのが普通かなと思いますけどね。私的にはでっち上げなんじゃないのかなと。美智子様の時と同じように、まあ批判回避の狙いしかないんじゃないのかなと。小室が前に出てきて説明すれば、よかったわけで、マークさんは別に出る必要なかったですよね。なんで出れたんですか？結婚会見ですね。複雑性ではないと思いますね。和田さんが最終的に言ってるのは、可能性ならばですけども、適応障害なんじゃないですかっていう感じですね。まあ適応障害ですらちょっと怪しいですけどね。というわけで、まあ、とりあえずデイビー進捗。まあこちらですね。まあだいぶ変わられた感じですね。まあこれに関してどう思われるかっていうのも、ね、またコメントに書いていただければと。まあ次撮っていただきたいのは2、3ヶ月後ぐらいですかね。2、3ヶ月経ってまあお腹も絶対変わってるはずですし、まあ、これよりは絶対に薄着になるはずですよね。もし仮にこの時点で妊娠初期であれば結構お腹は膨らんでるはずですから、まあそうなったらわかるのかなと。でもうこういう声もありましたね。まあ小室さんがね、なんか機嫌がいいみたいなね。うん。相変わらず自信満々ですねと。なんかモデルがなんかかなみたいなね。慎重に書かれてありましたけども。それは多分皮肉だと思いますが、まあ、取られに行ってるんじゃないかっていう、疑う声の方は結構いらっしゃいましたね。まあ、確かに態度が結構違うんですよね。この距離で撮られてたら望遠レンズかなんか使ってるかは知れませんけども、まあ、確かに気づいてても全然おかしくないような感じですよね。しかもかなり綺麗に撮れてますからね。ちょっと怪しいなと思いますけど。まあ小室さん本来こういう風な顔されましたからね。まああとはマスコミにガン無視されてた時もこういう顔してましたよね。うん。まるで白い巨頭みたいですね。これはなんか、機嫌がいい感じですよね。なおかつ、デイリーメールにはなんか気づいたら手振ったりしてたらしいんですよね。まあなんで、まあ、わざと取られに行ってる可能性もまあ全然なきにしはあらずなんじゃないのかもしれませんね。まあ、いろんな可能性があると思いますが、まああくまで推測の域は出ないですけども。まあ、というわけで以上ですね。はい。じゃあね、お疲れ様でした。